はいちゃんです。ちょっと久々に、長らくねポテチを食べてなかったんけどね、視聴者さんからいただいたんで、トリュフのね、ブラックトリュフ、黒トリュフのトリュフメグラーっていうかな、ポテチいただきます。黒トリュフポテトチップス、原材料じゃがいも、ひまわり油、食塩、乾燥トリュフ、はい、いただきます。スペイン製です。いやー、おお、トリュフの香りがすごい。いただきます。うわ、すごいトリュフの香りする。あのね、今までトリュフポテトチップス何回か食べたことあるけど、大体香りがせえへんかったね。これすごいね。こうやって匂いだら、今袋はすごい匂っててんけど、口入れた瞬間トリュフの香りがすごい美味しいな、これ。あ、美味しい。いいね、トリュフ大好きあっちゃんです。ポテチね、自分で作ろうかなと思ってね、考えようって、ポテチじゃなくてフライドポテト作って、それにトリュフソースかけてもしないけどね。すごいトリュフや。これは美味しいわ。ありがとうございました。出したらトリュフの香りがなくなった。ただポテトチップスがすごい匂いするんだよね。もう超美味しいわ。ありがとうございます。スペイン製トリュフポテトチップスでした。なかなか。なんかリッチなおやつタイムだわ。ちょっとね、動画作ったりブログ作ったりね、あれからいろいろやってないけどね、頑張っていろいろやっていきたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんのおやつタイムこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで、トリュフポテトチップス、めっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ではまたね、バイバイ。